とっさの時に困らない英語の30秒スピーチ、小坂隆史ヒースローズ研究者。チャプター1、自己紹介のスピーチ。1、自己紹介する丁寧な表現。2、自己紹介する砕けた表現。3、中途採用者として自己紹介する。4、新卒採用者として自己紹介する。5、セミナー参加者として自己紹介する。6、新卒の採用面接で自己紹介する。7、上司として自己紹介する。パート2、パーティーのスピーチ。1、誕生日パーティー、祝われる側、丁寧な表現。2、誕生日パーティー、祝われる側、砕けた表現。3、友人の誕生日パーティー、祝う側。4、同僚の誕生日パーティー、祝う側。5、忘年会。6、新年度のパーティー。7、新年会、大晦日のパーティー。8、クリスマスパーティー。パート3、式のスピーチ。1、入学式。2、卒業式。3、お通夜、お葬式。4、同僚友人の結婚式、祝う側。結婚式、新郎新婦として祝われる側。チャプター4、歓迎のスピーチ。1、歓迎会。歓迎される側、丁寧な表現。2、歓迎会。歓迎される側、砕けた表現。3、歓迎会。歓迎する側、丁寧な表現。4、歓迎会。歓迎する側、砕けた表現。パート5、お別れのスピーチ。1、送別会。送別される側、丁寧な表現。2、送別会。送別される側、砕けた表現。3、送別会。送別する側、丁寧な表現。4、送別会。送別する側、砕けた表現。5、送別会。送別される側、退職。6、送別会。送別される側、転勤。パート6、シンポジウムの司会。1、はじめの言葉。2、講演者の紹介。3、終わりの言葉。チャプター7、プレゼン。1、はじめに。2、チャートを説明する。3、結論。チャプター8、授業、ワークショップのスピーチ。1、開始。2、授業計画の説明。3、アクティビティの説明。4、課題の説明。5、終わり。パート9、会議のスピーチ。1、開始。2、意見を求める。3、終了。チャプター10、ベビーシャワーのスピーチ。1、祝福する側。2、祝福される側。チャプター11、
食事の前のお祈り。食事の前のお祈り、キリスト教。チャプター12、自宅訪問のスピーチ。1、ホストとして。2、ゲストとして。自己紹介のスピーチ。1、自己紹介する。丁寧な表現。Introducing yourself, formal. 複数の企業が参加するプロジェクトで、メンバーとしての初日に自己紹介をします。Hello everyone. My name is Takashi Ando.I am the section chief of the marketing section of Hayashi Electronics Company. I am very honored to become part of your team and to have this opportunity to meet you all. I am sure I have many questions for you about what you do.So please excuse me if I ask you about many things. If you have any questions for me, please don't hesitate to ask. 皆さんこんにちは。安藤隆と申します。林エレクトロニクス社のマーケティング課の課長をしております。チームの一員となり、皆さんにお会いする機会を持てることをとても光栄に思います。皆さんがどのようなことをされているか、たくさん質問をすることになると思いますが、どうかお許しください。私に質問があれば、どうぞ遠慮なくお尋ねください。自己紹介のスピーチ2、自己紹介する砕けた表現。 Introducing yourself informal。 複数の企業が参加するプロジェクトで、メンバーとしての初日に自己紹介をします。他のメンバーに会えて興奮気味です。Hi everyone, my name is Takashi Ando, but please call me Takashi. I work here at Hayashi Electronics in the sales section as a sales representative. I am thrilled at the chance to be here and to meet you all. So please excuse meIf I ask you lots of questions, and please feel free to ask me questions too. 皆さんこんにちは。私の名前は安藤隆と言いますが、隆と呼んでください。私は弊社林エレクトロニクスの営業部で営業担当として働いています。ここにいられ、皆さんにお会いできる機会に興奮していますので、たくさんの質問をしてもお許しください。私にも気軽に質問をしてください。自己紹介のスピーチ3、中途採用者として自己紹介する。Introducing yourself as a newly transferred employee. 中途採用者としての自己紹介で、学歴や入社にあたっての希望について話します。Hi everyone, my name is
Takashi Ando. I am the new sales representative in the marketing department. Before coming to this company, I worked for 5 years as a sales representative for Honda Enterprises. Before that, I was a student at Geigo University and majored in economics. I hope my experience will be an asset to this company. 皆さん、こんにちは。私の名前は安藤隆です。私はマーケティング部の新しい営業担当です。当社に来る前は、ホンダエンタープライズの営業担当として5年間勤務しました。その前は外語大学の学生で経済学を専攻していました。私の経験が当社に役立つものとなることを願っています。自己紹介のスピーチ4。新卒採用者として自己紹介する。Introducing yourself as a newly hired graduate. 新卒社員としての自己紹介で、学歴や英語のレベルなどについて話します。Hi everyone, my name is Takashi Ando. I am a newly hired graduate and I will be working in the finance department. I have recently graduated from Kyoto University where I studied business and majored in finance. I have also studied English, although I think my English is still poor. I look forward to working with you all in the future. 皆さん、こんにちは。私の名前は安藤隆です。私は新入社員として採用され、財務部で働くことになりました。京都大学をつい最近卒業し、大学ではビジネスを学び、会計学を専攻しました。英語も勉強しましたが、まだうまくないと思います。これから皆さんと働けることを楽しみにしています。自己紹介のスピーチ5。セミナー参加者として自己紹介する。Introducing yourself as a seminar participant. セミナー参加者としての自己紹介で、セミナーに期待することなどを話します。Hi everyone, I am Takashi Ando from Hayashi Electronics. I work in the sales department as a sales representative. I'm sure this seminar will be very useful.And I can learn many things and understand new trends in this business. I also hope to make connections with employees from other companies while I'm here. 皆さん、こんにちは。林エレクトロニクス社から参りました。安藤隆と申します。私は営業部で営業担当として働いています。このセミナーがとても有意義なもので、多くのことを学べ、この業界の最新動向を理解できるだろうと確信しています。セミナー参加中に他社の方と人脈を築きたいとも思っています。
自己紹介のスピーチ6、新卒の採用面接で自己紹介する。 Introducing yourself as a student at a job interview。 新卒の採用面接の自己紹介で大学の専攻、就労経験、英語学習の経験などについて話します。Hello, I am Takashi Ando. I am a fourth year student at Gaigo University. I am studying in the business department and my major is international finance. My work experience includes an internship with Hayashi Electronics.My English learning experience includes studying at university and traveling for 3 weeks in London, England. こんにちは、安藤隆と申します。私は外語大学の4年生です。経営学部で学んでおりまして、専攻は国際会計学です。働いた経験としては、林エレクトロニクス社でインターンシップをしたことがあります。英語学習の経験としては、大学での勉強とイギリスのロンドンを3週間旅行したことがあります。自己紹介のスピーチ7。上司として自己紹介する。 Introducing yourself as a seminar employee boss。 上司として自己紹介をします。Hello everyone, my name is Keiko HayashiI am the head of the finance department. I have been working at Hayashi Electronics for 35 years and have been head of finance for 20 of those years. Although I may sometimes be very busy, I hope to make some timeto get to know each of you better in the very near future. 皆さん、こんにちは。私の名前は林恵子です。私は財務部長をしております。林エレクトロニクス社には35年勤務し、財務部の部長職には20年ついております。私の仕事はとても忙しくなることもありますが、近々皆さんお一人お一人をよく知る時間を作りたいと思っております。パーティーのスピーチ1。誕生日パーティー、祝われる側、丁寧な表現。 Your birthday party, formal。 誕生日を祝ってくれたことへの感謝を述べます。パーティーの企画者には特に感謝します。Thank you everyone for helping meCelebrate my birthday. A special thank you to Andrew Jones for organizing this party. Over the years, I have enjoyed getting to know all of you. I appreciate the friendship and the kindness you have shown me. I hope
You can help me celebrate many more birthdays to come. 皆さん、私の誕生日を一緒に祝ってくださり、ありがとうございます。このパーティーを企画してくださったアンドリュー・ジョーンズさんには特に感謝します。何年にもわたって皆さんと親交を深めることができてとても嬉しく思っています。皆さんの友情とご親切にはとても感謝しています。これからもたくさんやってくる誕生日を一緒に祝ってもらえることを願っています。パーティーのスピーチ2、誕生日パーティー、祝われる側、砕けた表現。 Your birthday party, informal。 誕生日を祝ってくれたことへの感謝を述べます。年を取りたくない気持ちをユーモアを交えて伝えます。企画者には特に感謝します。Thanks everyone for coming today and celebrating my birthday. Today I am 41 years young. I tried to forget my birthday was today. However, by having this party, you have reminded me I am getting old.But seriously, thank you for showing me getting old can be fun. And a special thanks to Andrew Jones for throwing this party for me. 今日はお越しいただいて、私の誕生日を祝ってくださり、ありがとうございます。今日で私は41歳になりました。今日が私の誕生日であることを忘れようとしました。ところが、このパーティーがあったので、年を取ることを思い出してしまいました。でも冗談はさておき、年を取るのが楽しいことにもなると教えてくださってありがとうございます。私のためにこのパーティーを開いてくれたアンドリュー・ジョーンズさんには、特に感謝します。パーティーのスピーチ3、友人の誕生日パーティー祝う側。 Your friend's birthday party。 友人の鈴木貴博さんの41歳の誕生日を祝うため、乾杯の音頭を取ります。I would like to propose a toast to celebrate Takahiro Suzuki's 41st birthday. I have known Takahiro since his 32nd birthday. I have to say, Takahiro is like a fine wine. This doesn't mean he's red and smells like alcohol. It means, like a fine wine, he only gets better with age. So let's toast to Takahiro's 41st birthday and many more birthdays just like it in the future. Happy birthday! 鈴木貴博さんの41歳の誕生日をお祝いして乾杯したいと思います。私は貴博さんのことを32歳の誕生日から知っています。貴博さんは高級なワインのようです。彼が赤くてアルコール臭いというわけではありません。
高級なワインと一緒で年を重ねてさらに良くなるばかりということです。それでは高弘さんの41歳の誕生日と同様な未来のたくさんの誕生日に乾杯しましょう。誕生日おめでとうございます。パーティーのスピーチ4。同僚の誕生日パーティー祝う側。 Your colleague's birthday party。 同僚の武弘さんの41歳の誕生日を祝うため乾杯の温度をとります。I would like to propose a toast to celebrate our colleague's 41st birthday. Takahiro has been with the company for 15 years and has celebrated 15 birthdays with us. We hope this is his most enjoyable birthday yet. Let's toast!To 15 good years with us, and many more joyous birthdays to come. Happy birthday! 私たちの同僚の41歳の誕生日を祝して乾杯したいと思います。TAKAHIRO さんは当社に15年勤めており、私たちと15回の誕生日を祝ってきました。今回の誕生日がこれまでで一番楽しいものであることを願っています。15年間も私たちと共にやってくれたこと、そしてこれからも喜びにあふれた誕生日がやってくることを願って乾杯しましょう。誕生日おめでとうございます。パーティーのスピーチ5。忘年会 End of year party。 仕事納めの忘年会で感謝の気持ちを伝えます。 Good evening everybody. I would like to say a few wordsTo wrap up the working year. Thank you all for your hard work this year. I believe, thanks to all of you, our company could achieve good results and productivity this year. I also thank you for your continued hard work next year.So we can continue our success. 皆さんこんばんは。1年の仕事納めに一言申し上げます。今年もよく働いてくださりありがとうございました。皆さんのおかげで今年我が社は良い業績と生産性を達成することができたと思います。この成功を継続できるよう来年も引き続きよろしくお願い申し上げます。